今回の省エネキーワードは時間差を活用する。どんな取り組みをされてるんでしょうか。早速お話伺います。古くから外国への玄関口として発展してきた長崎県長崎市。今回浜口調査員がやってきたのは株式会社坂井鉄工所。マンションや病院といった建造物の骨組みの設計から製造、組み立てまでを手掛け、熟練した従業員が生み出す製品は高い精度と品質で顧客から厚い信頼を受けています。こんにちは。こんにちは。達人の坂井さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の達人は社長の坂井正信さんです。浜口調査員、達人に連れられ工場へ。達人、はい、こちらはどのような作業をする場所ですか。こちらはですね、はい、病院とか、はい、建物の骨組みを作っている、製造しているところになります。今作っているのは大型建造物の柱や梁といった部分。完成した部品はトラックで現場に運び込まれ組み立てられます。部品の加工に欠かせないのが溶接作業。およそ700度の高温で溶接用ワイヤを溶かし部品をつなぎ合わせています。見てますとかなり眩しいですし、そして厚さも感じますね。そうですね、はい、高温で処理しないといけないので、はい、まあ、かなりの電気代がかかります。以前は6台の溶接機で作業していましたが、2年ほど前受注量が増えたことから新たに2台を導入。工程によっては最大8台の溶接機を長時間同時に使用することもあり、一気に電力ピークに。電力ピークとは1日の中で最も高い消費電力の値のこと。この値が基準となって基本料金が決まります。溶接は一度金属に熱を加え始めると途中で止めることができません。そこで達人が取った秘策とは。溶接するメンバーが、はい、複数いますので、はい、その個人差の中でタイムラグを見つけて、うん、そこで抑えることを考えました。電力ピークが近づくと班長が作業状況を確認。溶接途中の従業員はそのまま続行させ、溶接前や溶接を終えた従業員の手を一旦止めます。溶接作業が終わった従業員は一旦作業を中断し、それまで休んでいた従業員が作業を再開。これを繰り返すことで作業全体の流れを止めずに電力ピークを抑えることに成功。溶接機械を増設したにもかかわらず年間の電気料金を削減できたのです。コスト削減によって社員旅行や、はい、ボーナスの還元をやってますので、はい、頑張ってると思います。さらに工場内の照明を LED 化、消費電力の削減につなげながら明るく作業がしやすい環境を生み出しました。省エネ効果を上げることが従業員の仕事に対するモチベーションの維持に一役買っていました。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。